ダニエル・カルバハル・ラモスは、スペイン・マドリード州マドリード県、レガネス出身のサッカー選手。レアル・マドリード所属。スペイン代表。ポジションはディフェンダー。攻守両面において高いクオリティを有し、かつて、カルバハルと同じく、スペイン代表とレアル・マドリードで、右サイドバックのレギュラーだったミチェル・サルガドは、現役最高の右サイドバックとして、カルバハルを挙げている。また、 サッカー史上最も完成された右サイドバックの一人とされる元ブラジル代表のカフーも同郷のダニエウ・アウベス、ダニーロと共に同ポジションでトップ3に入る選手であり、アウベスに次ぐ選手と称賛した。2002年からレアル・マドリードのユースチームに所属し、2010年にレアル・マドリード・カスティージャに昇格。カルバハルは昇格初年度からキャプテンに就任し、 スターティングメンバーとしてプレーした。2011から12シーズンには、レギュラーとして、カスティージャのセグンダ・ディビシオン昇格に貢献した。トップチームのアルバロ・アルベロアの画像を崩せず、経験を積むため、2012年7月11日、ドイツ・ブンデスリーガのバイエル・レバー空前に移籍。契約期間は5年間で移籍金は、推定500ユーロ、最初の3年間は、 レアルマドリード側が買い戻しオプションを保有。レバー空前では加入早々にレギュラーに定着し、2012から13シーズンは32試合に出場して1ゴールを記録して、レバー空前のリーグ戦3位フィニッシュに貢献した。このシーズンはビルトガミのブンデスリーが年間ベストイレブンにも選出された。レバー空前での大活躍を受け、2013年6月3日、 レアルマドリードが買い戻しオプションを行使して、わずか1年で復帰した。移籍金は650万ユーロ。復帰後の2013から14シーズンはトップチームに登録され、同年8月18日のレアルベティス戦でトップチームデビュー。1ヶ月後には UEFA チャンピオンズリーグ対ガラタサライ戦でフル出場を果たした。1年目は45試合に出場し、 その攻守に堅実なプレースタイルが新監督のカルロアンチェロッティの信頼を得て、アルベロアを抑えて、レギュラーに定着、復帰一年目で、史上最多十度目の UEFA、チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。2014から2015シーズンも、不動の右サイドバックとして30試合に、出場、2015年7月8日にレアルマドリードとの契約を20年6月30日まで、 延長することをクラブ公式 HP 上で発表した。2015から16シーズン、試合前のウォーミングアップをするカルバハル2015から16シーズンは2015年夏に DF としてはクラブ史上最高額で加入したダニーロとのポジション争いとなり、直近のシーズンにより出場機会を減らすことになったがダニーロが守備に問題を抱えていたこともあり、 アンチェロッティとその後任のジネディーヌ・ジダン監督の信頼を受け、右サイドバックのレギュラーの座を死守した。2016から17シーズンから、背番号を15番から2番に変更した。2017年9月17日には、契約を2022年6月30日まで延長することで合意、ダニーロの遺跡による右サイドバックのレギュラーの座を不動のものとして、 クラブ史上最高の右サイドバックと評されるなど、順風満帆であった。しかし、9月30日にウイルス性の心膜炎によって、当面の間、治療に宣言することが、クラブから発表された。当初は、長期離脱の可能性も報じられていたが、投薬治療が功を奏して10月中旬には回復、その後も約1ヶ月かけて慎重に調整を行った、あと、 11月18日のアトレティコ・マドリードとのマドリードダービーで復帰した。U-21 スペイン代表でプレーするカルバ・ハルスペイン代表として2011年に UEFAU-19 欧州選手権に出場し優勝した。2014年5月 2014FIFA ワールドカップのスペイン代表候補メンバーに選ばれたが最終メンバーから外れた。 9月4日に行われたフランス代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。ユーロ2016の際に選出されたものの、レアルマドリードでの怪我により大会出場は叶わなかった。2018FIFA ワールドカップは2年前と同じく UEFA チャンピオンズリーグ決勝での負傷により出場が危ぶまれたが、そのままメンバー入りし、 グループリーグ第2戦のイラン戦で先発として復帰を果たした。国際 A マッチ24試合0得点。ありがとうございます。